ございます。おはようございます。デイ3すっぴんです。今日は買い物デーです。関南エリアとカロスキルに行ってめっちゃ買い物をします。アックジョン駅に着いて新鮮ソルロンタンの朝ごはんを食べに来ました。行きます。ペコッパペコッパ。新鮮ソルロンタンの普通のソルロンタンと餃子入りライスもついてきます。ロデオストリートに向かってやっとショッピングスタート。ポップアップストアに来ました。新沙駅付近に着きました。引き続き買い物をします。ちょっと気になってたインテリアストアに行ってみます。カラスがいる。あ、かわいい。え、おしゃれ。いやかわいい。おこうたてかな。かわいい。買ってこう。ブルーの色を購入しました。コクちゃんの友達ねねちゃんに会いました。小中学校の友達。ちょっとカンナムガイドしてもらいます。そう、関西弁やけどよろしく。関南駅で休憩。普通のチーズタルトがいい。今日の買い物を終えて、これから眉アートと袋取りに行ってきます。
マイアートは関南駅近くのなんてお店だっけ、ここ違うな、このゴールドローズっていう建物の17階にあるそうです。17階1712、個人的なお家でホテルエステみたいです。マユアート無事に終わりました。結構綺麗、満足もう私はこれですっぴんでもいける、うん、本当確かに結構眉毛大事ね。今日から1週間は水に濡らさないで、お風呂に入って、でなんかもらった専用のクリームを朝晩塗るらしいです。で眉毛の周りのケアとかも全部1週間経ってからやってくださいってことです。よかった。U&I で染み取り終わりました。韓国の冷たい風が気持ちいいくらい、結構ヒリヒリします。ほくろどうでしたか？ほくろそんなに痛くなかった。痛くなかった。なんかレビューでは結構厳しいこと書いてたけど、それ覚悟してたらそうでもなかったです。これから夕ご飯食べます。途中で見つけたチキン屋さんに入ったら思わぬボリューム。いただきます。